公衆街道の5番目の宿場町であり、日野市の前身である。宿場町として整備されたのは1605年のことで、八王子塾を整備した大久保長安の手によって開かれている。公衆街道は、幾度か経路の変遷があるが、1685年以降、日野橋の開通までは、日野の渡しで玉川を越え、東京都道149号立川日野線を南下し、 新奥多摩街道入り口信号で右折して、東京都道256号八王子国立線を、静清新、日野駅前東交差点北側の日野武道山裏を、左折して、日野自動車手前で原行周回道に合流する、道筋だった。天馬過去五人五匹、多摩川の日野の私を管轄。本人後には、本人としては、東京都内で唯一残された、 当時の建物が建っている。その前の現在駐車場になっているあたりにあった長屋門を改装して佐藤彦五郎が天然美神流の道場を開いた。この道場で剣術を教えていたのが後の新選組局長近藤勇である。近藤と肘方敏三沖田総司井上源三郎、山並圭介ら新選組主要メンバーはここで出会った。この向かいに 問い合わと考察状があったが、現在は、石碑が立つのみである。前後の宿場は、府中宿イコール日、野宿イコール、八王子宿となっている。1889年に、町村制が施行された時点では、日野宿という名称のまま、神奈川県南多摩郡の自治体となったが、東京府への移管後に、日野町へ改称されている。日野の私については、日野橋の記述を参照。 ありがとうございます。